川崎95式戦闘機95式戦闘機1型、熊谷飛行学校の95式戦闘機1型95式戦闘機は、日本陸軍の戦闘機。試作名称は機銃故障、略称は95戦、95式戦など。連合軍のコードネームはペリー。開発、製造は、川崎航空機。陸軍最後の服用戦闘機であり、 主に日中戦争初期の主力戦闘機として使用された。3型の候補として開発された機銃性能向上、第2型、英語版では、KI-10 通解とされている。もゆる、大空の撮影のため I-15 に噴した95式戦闘機1934年に、川崎航空機は、ドイツ人技師設計による92式戦闘機の、 後継機として逆がるよく位用の機号を開発したが、安定性や運動性が劣悪だったため不採用となった。陸軍は季語の不採用決定後、再び92式戦闘機の後継機の開発を川崎と中島飛行機に指示した。川崎では、土井武雄義師を設計事務者として開発を開始したが、前作の季語が新機軸を盛り込みすぎて結果的に、 失敗策となった反省もあって、運動性、安定性を重視して92式戦闘機を大幅に改め設計した機体とすることにした。試作1号機は1935年3月に完成し、同年7月から中島製の朝鮮低翼単位用の機11との比較審査に臨んだ。その結果、速度性能は中島機にやや劣ったものの、 運動性や上昇力で勝ったことから陸軍から高い評価を得た。そして同年1935年末に95式戦闘機として正式採用された。生産は1938年末まで続けられ、全長、全幅を伸ばした新型やその改良系を含め計588機生産された。日中戦争初期の陸軍の主力戦闘機で 無類の運動性を利用して、戦争の初期においては、中国国民党軍のソ連製 I-15、戦闘機などを圧倒する活躍を見捨てた。しかし、ノモンハン事件の頃になると、I-16 のような単用機相手には劣勢となり、後続機である97式戦闘機と交代して、第一線を退いた。川崎では、本機の改良を進め、1937年に、 完成した3型案は、エンジンの出力増大、密閉風防の採用、冷却機の改良、朝鮮の宣伝などで最高速度時速 445km を得て、同時期のソ連の I-153 に匹敵する、究極の複用戦闘機といえるものであったが、時代は複用機から単用機へと移っており正式採用はされなかった。この試作案は、 前年の1936年に試作され、後に97式戦となる機27との正式採用競争に敗れた機28の空力設計を参考とした面があったようで、両者は非常に類似した機体形状であることが現存する写真から確認できる。なお、本機は試作型では固定脚に流線型スパッツを装備しているが、量産型では装備されていない。 あとの97式戦闘機では、不正地での離着陸の多い中国大陸では、スパッツと車輪の間に、泥や草が詰まるため、前線ではカバーを取り外して運用する場合も少なく、なかったとされており、前進である本機も同様の事情があったものと思われる。機準性能向上第二案型、ジャパニーズエアクラフト・オブ・ザ・パシフィック・ボーより引用。総生産機数、588機。 モユルオーゾラ中国国民党軍のス -15 戦闘機役として本機が登場。ウォーサンダープレイヤーの登場機体として登場。客中参考文献。ありがとうございます。